いわや防衛省、レーダー情報の公開を拒否、韓国軍艦の自衛隊への下機管制レーダー照射で、本日、いわや防衛大臣が記者会見を開き、その中で、韓国軍艦の自衛隊の照会機に対する下機管制レーダー照射に対して、現段階では、レーダー情報は公開しないと、お互いに非公開の場で、 記録を交換するることとはは協議の行方次第ではあり得ると自衛隊が電波をどれくらい収集・分析する能力があるのかということは極めて重要な防衛機密だと海上自衛隊はこれまで韓国の軍艦などに対して今回と同じように写真撮影を行ってきたが一度も韓国から警告や抗議ましてや 下レーダーダの照射ななどはされなかったたたと主張いししましたこちら政府・与党からレーダー情報を公開するべきだとの意見も上がっておりますがこのレーダー情報電波の情報をそのまま公表するのではなくて例えば自衛隊の哨戒機に搭載されている電波を音に変換して 再生する装置この装置の音声を映像として公開するという方法もあるんじゃないかと思いますので、韓国政府が今後も夏季管制レーダー照射事件に関し事実を認め再発防止策を取らない場合は、しっかりと客観的な証拠を示し、日本として 韓国政府が対応を取れるような環境を整えていただくようにお願いいたします以上になりますご清聴いただきありがとうございました